はい、これが石台の仕掛けですね。これは、天秤のパッスル式天秤を使った、仕掛けです。これが捨て重りですね。捨て糸があって、根掛かりの偉いところとかやったらこういうのを使います。で、ハリスワイヤーがあって、このコークスクリューと言われる、この特殊なラセンサルカンがあります。で、これが誘導式ですね。誘導式になってます。これが動くようになっています。で、このパール玉は何かこう魚の興味を示すらしいです。これあとはこれをストップさせて、この天秤がこの仕掛けの方に行かないようにする役目があります。で、これはクッションですね。この結束部分を守るためのやつです。で、このワイヤーがあって、サルカンがあって、このミチ糸があります。こういう仕掛けですね。で、それで、このカゴを、岩ですね、下り岩と、見ていただいたら、石台っていうのはこういう下りのこの壁の部分、こういうところをこう、徘徊しに行きます。うちは餌がないかどうかっていうのを探しに行きますので、こういうところをですね、こういうところを探すのが、一番のポイントになると思いますが、石台場っていうのは、本命場っていうのは大体こういうところが非常に多いところがあります。なので、向こうから、釣ってるとしたら、仕掛けをこういう風に投げてきます。で、ズル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 っとこう、引っ張ってくると、この辺にこう鉛がぐっとかかりますので、そしたら竿にテンションかかります。テンションが、かかるところ、引っかかるところっていうのが、石台の一応のポイントになります。でかかるところにこういう風に餌があれば、こういうとこぐるぐるっとこう石台がぐるぐるっとこう回って、餌を探しに来た時に、この餌を見つけて、これを食い込みます。そうするとこれが誘導になってるんで、食い込んでいく時に、こういう風にワイヤーがこうやって動いていきます。そうすると竿がこう舞い込んでいくっていうのがこれですね。で、その竿の反発によって、こう舞い込んでいったら、もう口にこう引っ張っていくんで、竿の反発でも大体口にかかることが、多いです。でもそれでも念のため合わせるっていう方もいますけど、ほとんど向こう合わせで大丈夫だと思います。これが石台釣りの、基本的なやり方ですね。